はい皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、私、そんなに稼ぎたいわけじゃないんですという言葉を使う人のご自身の本音との向き合い方についてお伝えしていきたいと思います。えー、集団でセミナーをね、やったりするときとかあの、お悩み相談とかお受けするときとかに、 まあ、私自身のスタンスは女性であっても、うん、家庭にいたとしても人生の選択肢を広めるため広げるためにはお金はないよりあった方がいいつまり稼げる力を持ってる能力を持ってる方がいいっていうのが私のまずの基本スタンスなんですよでそのスタンスにおいて、えー、ビジネスの成功経営の成功の まあ一番出だしのところで言うと集客っていうことを入り口として教えているわけなんですけれどもね。で、そういった形で、まあ、どういうふうに集客をしていくのかとか、まあ、どういうふうにあの、まあ、制約をしていくのかっていう、その実務的なところを教えているときに、まあ、何人かにお一人の方がですね、私そんなに稼ぎたいわけじゃないんですと言いながら、私のセミナーにいらっしゃる方いらっしゃるんですよ。 で、あの、いや、いいんですよ。い、い、いて、いてていただいていいんですよ、別に。その、そんなにって、どんなにって思うんですけどね。要は、私ほどガツガツやらなくて、ちょこっと稼げればいいんですみたいな感じで言うんですけど、まあ、具体的に金額いくらなんですかって聞くと、あの、まあ、一番多い答えが、パート並みにって、パート並みにって言うんですよ。 例えばイオンとかね今、いくらなんだろう、1200円ぐらいなのかな、レジ1時間、でじゃ例えば3時間働きますって言ったら3600円とか、そんな感じでしょうか、が稼げればいいっていう感じで、それが3600円だから10日で3万6000円、30日でま約10万ちょい超えぐらい、手取りですけどね、まあひあのー、そこから何か間引かれたらもうちょっと少ないかもしれませんけど。 要はそのパートナーにっていう時にだって10万円とかが一つの基準になったりあと年金じゃだと足りないからあと5万足し10万足しっていうところで言うと10万ぐらいあるといいっていうのがどうやらそんなに稼ぎたいわけじゃないっていう言葉が使ってる人の、まあ、コメントなんですよね。 で、まあ、もうちょっとこれぐらいあると嬉しいな、ぐらいの基本のところだと手取りやっぱ20とか、まあ、あの、人によっては正社員並みぐらいのね、あの、全部工事とか引かれた後の手取り20とかっていう領域とかっていうのがちょっと嬉しいなっていうのが、教室の先生の一つの基準だと思っているんですよ。で、その段においてですね、まあ、何かしら、例えばセミナーとかね、私のとこじゃなくてもいいです。いいですけど、 まあ、そ,そ,そこそこのお金払って、まあ、ノウハウというかですね自分がやるべきことを聞きに行くわけじゃないですかその段においてそんなに稼ぎたいわけじゃないのに学ぶことがなぜやっているのかが私的には少し理解がわからないっていうところなんですよね。うん。 で、まあそこの方の本心と本音的なところで大部分がこうですよねっていうふうに思ってるところが私なりきにあるんですよ。でそれを、その言葉を使う方は、まあこの動画をね、どういうふうに見てるかわからないんですけれども、ご自身に問いかけてほしいという、まあ、あの、一石を投じるというか <laughs>、質問を投じるみたいな形でこちらのテーマを選びました。 私、そんなに稼ぎたいわけじゃないんです。という人のご自身の本音の向き合い方ですね。これをちょっとね、解説していきたいというふうに思います。はい。ではね、問題に入ります。えっと、この言葉は言う人と言わない人っていうのが、まあ、分かれるんですけど、えっと、私は稼ぎたくって稼いでます。で、先ほど言ったように、 うんとお金が目的ではありません。お金は便利な道具だから稼ぎたいです。じゃあお金があると何ができるのか、えー、選択肢がすごく増えます。例えば行きたいところに行くとかいうのも、あの、お金があれば割とやりやすいですよね。やりたいことをやるのもお金があると割とやりやすい。あとは誰かを助けるにしても、 お金があると助ける幅が広がったりしますということでお金至上主義ではありませんがない人ができないことをある場合にはできることが多いですだからだいたい巨満の富を築いた 大実業家って、最終的には財団みたいな形で、こう、社会貢献的な美術館作ってみたりとか、まあ、いろいろやるわけじゃないですか。そういうところに寄付したりとかって。要は自分のベースで使い切れるレベルの、個人で使い切れるレベルのお金じゃないものを手に入れる人って、ね、あの、志がある方とか、得のある方っていうのは、後世のじゃあ研究開発のためにそういう研究所を作るとかって、っていうためにお金使って、社会貢献とかにお金使うわけじゃないですか。だから、 ま、稼ぐと、そういうこともできちゃったりするわけですよね。で、いやいやいや私は一回の主婦です。自分がちょっとお小遣いが稼げれば、それでいいんです。っていうことで、まあ、稼ぎたいわけじゃないんです。っていうふうに言ってらっしゃる方もいらっしゃるんだと思うんですよ。で、もちろんそれは本心かもしれないし、心からですよ。だから5万稼げればいいって思ってる人。 はいる、いると思うんですよね。<laughs> で、ここでね、一つ分かってほしいのは、えー、っと、仕事をする場合にはですね、5万円を稼ぐところの、そのスタートダッシュを切るのと、10万円とか20万円を頑張る、うん、手,手数っていうか、えー、手数というか、やらなくてはいけないこと、プロセスは、ほぼ変わんないんですよ。だから、 もしかして少ない金額って言っておけば、プロセスが楽になるって勘違いしてると私は思っていて、だから稼ぎたいわけじゃないんですって言って、あんまり頑張らない自分を正当化してるってことないですかっていうのもちょっと言いたいんです。少ない金額言っておけば、やることが少なくなるって思ってませんかもしかして。もしかして。 これね、ちょっと大いなる勘違いで、ゼロから1が一番大変なんですよ。で、このゼロから1を頑張るっていう努力は、50万稼ぎたい人だろうと、5万稼ぎたい人だろうと、ゼロ1っていうところの出だしの馬力のかけ方は、ほぼ一緒なんですよ。だから、手を抜いて、ゼロから1って動かせないんですよ。あんまり。ここはね、多分勘違いしてると思います。低い金額ひゅっとく方が、 楽にできると思っていると思ったら勘違いである一定の金額まではほぼやんなきゃいけないこと一緒なんですよだったら当然ですけど一緒なんですよって言ったらどうですか5万稼ぐのも50万稼ぐのももしやることはほぼ一緒ですって言われたらいや50万欲しくないですかっていう話なんですよだからまずあの少ない金額を言っておけば楽ができると思っている勘違いが実はあるんじゃないですか っていうのをその言葉を聞くたびに私は思ったりします。はい、なので、えー、っといいいいように理解をしてあげればですよ、えー。私そんなに稼ぎたいわけじゃないっていうところでお金市場主義じゃないって私も別にお金は市場主義ではありません。だけれども例えばあのワーク・ライフのバランスですね。 お金を稼ぐことよりも家族のためにね、母として家にね、貢献したいとか。あとは、例えば、長期的なビジョンがあるから、今は少なくてもいいということを謙虚に言っているか。あとは、えー、大きなことを言ってしまうと、人に笑われるのが嫌だから、それをちょっと止めておこうみたいなね、うまくいく、 確実性のあるところでとりあえず言っといてみようとか。あとはなんかそういうふうに言うと人からなんかがめついとか見られるのがちょっと嫌だとかね。まあそういう心理的な内容とかが働いてる可能性はもしかしたらあるかもしれないんですけどね。なので、あのー、そういう理由があってもいい,いいんですけど、私が感じるのでですよ。 その稼がなくていいんですっていうことを言ってる方ってあの努力をある程度しなきゃいけないのどうやら薄々わ分かってるっぽいんですよ。でそれがいやないしは自分ができないと思っているから低いハードルを言うことによって、まあ、自己防衛というかですね言い訳の準備をしているというふうに思っています。はい、だから あのー、例えば失敗をしてうまく稼げなかった時に小さい額で言っておけばまあそんな稼ぐつもりじゃなかったからいいんですって自分にも言い訳できるし人にも言い訳できるじゃないですか,なんかこういう言葉を使う方の傾向としては、えー、他者目線というか他人からの評価をめちゃめちゃ気にするタイプの人が多いと感じていますはい そういういうに笑われるのが嫌とかね誰も笑わないんですけどね実際のところは個人的には笑っていいのは笑,笑っていいって言っちゃう言葉が悪いんですけどその人のことを例えばなんやかんや文句言えたりそんなのって言える人は同じこと以上のことをやった人だけなんですよやったことがない人に言われる筋合いがないんですよ だからやったことがない人がいやそれって、ね、ど,うどうなのみたいなことを言うことは別に気にしなくてよくってやったことがある人がそういうやり方だとうまくいかないよっていうアドバイスは素直に聞いた方がいいですよ。大,大抵でも皆さんが、えー、とこういう言葉を使う方が気にしてるのって例えば友,友人とかですねやったことがない人からいちいち何か言われるのを気にするっていう時にその人にも 自分にも言い訳をしたくって言ってるケースが多いんですよ。いやいやいや、私別にそんな稼ぐつもりじゃなかったからってうまくいかなかった時の言い訳にしたいっていうんですよね。だから他人からの目線も、まあ、自分自身もそうなんですけど、期待値を下げるとうまくいかなかった時に言い訳しやすいじゃないですか。だから稼げなかった時に、いや、もともと稼ぐつもりなかったからって言うと楽じゃないですか。 だから、あのー、そういう意味で、本音はそこでいいですかっていうところなんですよ。案外大変ですよ。ちょっと頑張るのと、まあまあ頑張るのと一緒、一緒なんですもん。だから、どうせお金手に入れるためにやんなきゃいけないプロセスが同じだったら、最大限稼げる方が多分何かといいじゃないですか。 でこの方たちは、えー、っと世の中が今とても流動的で誰がどんな不思議なことに陥っても不思議じゃない世の中に生きているということをもうちょっと自覚してほしいなというふうふに思っているんです。永遠なんて言葉はどこにもなくてご主人が安定している職業だから大丈夫ですという方いらっしゃるんですけど。 会社とかって突然倒産しますよ。うん。あと、あのご主人がねあの、例えば、そのね、何かっていうような時とかだってあるわけじゃないですか。亡くならないにしてもですよ。で、そういうことが起こった時って、どういう状態なんて誰にもその先のことなんて分かんないじゃないですか。だから、どういう状態になっても大丈夫な、 力ががあれば選択肢が増えますよねお子さんが急にね夢を叶えるためにものすごいお金がかかる学校に行きたいとか言い出した時に親としてもしも叶えてあげたいっていう気持ちが自分の中にあったとしたらいいよって言ってあげられる親だったらよくないですかとか例えばですよ先のことなんて誰にもわからないんですよだから どういう状態になっても稼げる力って生き抜く力にもなるのでそれを、えー、っと稼がなくてもいいと言いながらビジネスセミナーに出ちゃうっていうその感覚が私には分かんないっていうところなんですよやるんならやりましょうよだしそこまでじゃなくていいって言うんだったら、まあ、いいですけどねいいんですけどあのー、頑張る度合い大して変わんないよっていうことを言いたいんですはい 手を抜いてできるもんじゃないっていうことなんですよ。01の時は、特に。だからそこにあの自分を守るためのそういう言葉いらなくないですかって。だってじゃあ例えばあ、間違って50万稼いじゃうってことはないですよ。間違って50万稼いじゃった時に私そんなに稼がなくてもいいんですって言って5万に落とせばいいじゃないですか。そ、そこが私真実だと思いますよ。5万を目指す稼ぎ方っていうのは 確かに50万稼ぐよりも楽かもしれないんですけれども、あの、それなりにお金を定期的にちゃんと収入を得ていくっていうのは、特に集客領域においては、ある程度の量をやらないと人に信じてもらえないんですよ。商売として。だからずっと稼げないということになっちゃいます。そんなに稼がなくてもいいっていう言葉を使っている段階で。 これもやっぱり脳にすり込んでしまいますからね。そんなに稼がない自分でいいっていうふうに自分で何度も願かけるのとほぼ変わりませんから。だからあの、自信がないという自分の心をカバーするために謙遜するような言葉は使わなくてもいいということなんですよね。普通に別に何も言わずに覚えて稼いだらいいじゃないですか。別に他人に 言いいい訳すする必要ななじゃないですか私、本当は稼がなくていいんですっていやそんなの言わなくたって稼がないように止めておけばいいじゃないですかじゃあ、別に本当に自分がそう思うんだったらあ50万稼いじゃったけど5万でよかったからもっと来月から減らそうとかそれでいいじゃないですかそんななに世の中甘くないです、はい、だからあの言っちゃうとそれ以下のことしか大体できません。 だから安心してください。稼ぎ、稼がなくてもいいとか言,言わなくても稼げませんから、普通に。<laughs> はい。だから頑張って頑張って稼げないぐらいだから、いいんですっていうほど、ブレーキかけるほど楽に、いい感じのとこに止める稼ぎ方って難しいんですよ。超えちゃってから減らす方が楽です。はい。だからそこを少し順序変えた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思って、 いろいろ話を聞いていてですよそれをちょっとお伝えしようかなと思ったのが今日のテーマですはいではまとめていきたいと思います私そんなに稼ぎたいわけじゃないんですという言葉を使う人のご自身との本音の向き合い方、えー、こちらはそんなに稼がなくてもいいという稼ぎ方は実は簡単ではありません 結構頑張って稼ぐ稼ぎ方と出だしは一緒です。だったら、そんな言葉は使わずに、普通にやってみて、で、必要な金額まで落とせばいいじゃないですか。というのが私の結論です。はい。なんでご自身のね、本音にもうちょっと向き合っていただいた方がいいと思いますよ。 あの稼ぎたいわけじゃないんだったら別にそんなに頑張って勉強する必要ないと思ってます。はいあのー、労働収入的なそれこそパートでいいってパート並みにっていう言葉を使うんだったらパートさんでやる方が言われたことをやるっていうその時間だけそこにいればいいっていう状態の方が自営でやるよりもはるかに楽にお金は確実に手に入ってきます。 稼ぎたいわけじゃないんですっていう人は、粛々と、えー、お金がもらえるところに従属して稼ぐ方がよほど正しい稼ぎ方になると思います。はい。なので、ご自身の本音を今一度向き合って考えてみてください。以上です。それでは。